日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いてお話を伺う NGO 世界を見つめて、後半は私、鎌倉が進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後半ご一緒します。佐藤慶です。前半KDK の話を、具体的な事業の話など聞いてきましたけれども、後半も楽しみにしてます。はい。第14回目の今回は、去年設立25周年を迎えられた KNK 認定 NPO 法人国境なき子どもたち広報の清水京さんをお迎えしております。前半では KNK の設立経緯や若者の家プログラムなどのお話を伺ってきました。で、後半では KNK さんの事業の中でも D4P の安田なつきさんも関わっている事業や清水さん自身のキャリアについてじっくりお話を伺いたいと思います。清水さん、改めてどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速お話を伺っていきたいのですが、今回はせっかくなので D4P の安田なつきさんが関わっている友情のレポーターという事業について伺えたらと思います。まずどのような活動なのか具体的にお話を頂戴できますか？はい。この写真はですね、前回でもちょっとちらっとお見せしたんですけれども、T4P の安田なつきさんが高校生の時にカンボジアに行った写真です。で、彼女が友情のレポーターに応募してくれて、一緒に僕と同行して行ったんですけれども、この友情のレポーターというのは、11歳から15歳までの日本の子供たちを対象に、毎回2名を選んで、で、海外の活動地に連れて行っています。で、一般的なスタディーツアーとちょっと違ってですね、人数がまず少ないということ、まあ、2名ということですね。で、ただ現地の子供たちと、まあ、ボランティア活動したり、交流したりっていうことだけではなくって、レポーターなので、出会った子供たちに取材をします。で、そういった、取材の内容を日本に帰ってきてから伝えるっていうプログラムが友情のレポーターです。で、国境なき子供たちが設立されたのが1997年なんですけれども、このレポーターのプログラムはそれより2年前、1995年から開始されているんですね。で、このレポーターのその取材を通して、まあ、前回お話ししましたけれども、この若者の家、15歳以上の子供たちがなかなか支援を受けにくいという現状を、この取材を通して分かりました。では、どうしようということで、任意団体として国境なき子供たちという団体を作ろうということで作って、15歳以上の子供たちを支援するプログラム、若者の家を立ち上げたというのが経緯なんですね。ですので、このレポーターのプログラムというのは、国境の子供たちの先輩でもあって、このレポーターの、プログラムというのが、まあ、今の理念につながっています。ありがとうございます。カンボジアの、まあ、15歳以上のですね、子どもたちというお話前半で伺いましたけども、日本もやはりこう15歳ぐらいになると、ね、いろいろ悩みも抱えながら、ね、生活されてるかと思います。で、この現地に実際行かれた日本人の子どもたちがですね、この取材を通してどのように変わったかというエピソードございますか？はい。この写真はですね、友情のレポーターがフィリピンの、青少年の収容所を、取材した様子なんですけれども、まあ、こういったその、なんていうんでしょう、日本ではなかなか取材できないようなところも、まあ、活動地なので取材はできるんですね。で、こういった取材の中でですね、まあ、男の子がインタビューしてるんですけれども、で、そのインタビューしたことによって、まあ、衝撃的なことが分かって、じゃあこの子たちを支援しなければいけないっていう現状も、まあ、こういった中では見えてきました。で、左上は、一緒に遠足に行った写真なんですね。で、現地の子供たちとレポーターたちが遠足に行って仲良くなりました。で、仲良くなった後に、じゃあ取材しようということになるんですけれども、彼らがどういった背景を持っているかというのは、まあ、事前にある程度は勉強してきます。ですので、大変な思いをしてきたんだろう。というのが、レポーターは知ってはいるんですね。じゃあ、どういった経験をしてきたんだろうということをレポーターとして聞き出さなきゃいけないんですけれども、仲良くなった子どもたち、例えば学校のクラスメートの男の子たち、クラスメートの友達に、どうしてお父さんいないの？とか、どうしてお母さんいないの？ってちょっと聞けないですよね。もしかしたらその悪いんじゃないか、傷つけちゃうんじゃないか、そういった気持ちが生じます。そうすると、インタビューしなきゃいけないんだけれども、仲良くなった、せっかく仲良くなった子供たちに嫌われちゃうんじゃないか、
もしくはもともと傷ついてた、生活、傷ついてここまで来たのに、またさらに傷つけちゃうんじゃないか、そういった思いながら悩みながら話を聞くんですね。中には泣き出してしまうレポーターもいるんですけれども、インタビューを受けてる子からすると、どうしてこの子泣いてるんだろう。私にカメラとマイクを向けて一生懸命話を聞いてくれて、どうして泣いてるんだろう。でもすごく真剣に向き合ってくれているっていうことが、話をしながら伝わってくるんですね。で、答えながら、過去の辛いことを話しながら、自分も辛いんだけれども、仲良くなった日本の子供たちがこんなに真剣に聞いてくれてるっていうことで、すごく嬉しさも感じてきます。で、インタビュー終わった後、日本の子供も、現地の子供も泣き合ったりとかするんですけれども、他の子供たちがまた寄ってきて慰めてくれたりもします。そこで、日本の子供たちが、日本、現地に行く前は、まあ、ストリートチルドレンでかわいそうだから何とかしてあげたいという気持ちで行くんですけれども、実際交流して話を聞いた中で、どうしてこんなにみんな強いんだろう、立派なんだろう、私たちなんて恵まれた生活してるのに、親に保護されていてっていうふうに思ったりするんですね。そうすると尊敬の念まで湧いてきます。そういった中で言葉は通じないけれども、心が通じ合えるっていうんですか、そういった感想っていうのを述べたりするんですけれども、これが、まあ、レポーターたちの感想を少しまとめたんですが、一番上の、言葉を言ったのは男の子なんですが、帰国の日の車の中でいきなり泣き出したんですね。で、どうしたの？って聞いたら、今まで僕は、うちでわがままだったのに、自分が恥ずかしいんです。はい、日本に帰ったらお母さんに謝ります。泣きながら、話してくれました。他にも、今まで自分が思っていた夢というのが、現実の夢に変わりました。といった思いましたし、自分と同じ職業を目指している、子が世界にいるんだってことが分かって、自分も頑張ろうというふうに思う子もいました。なので、一週間ぐらいの旅なんですけれども、日本の子供たちも、ものすごく成長して、自分も変わるし、すごく学びっていうんですかね、得るものも大きくって、それこそその共に成長をしていく、機会になるプログラムです。ありがとうございます。まさにこう、共に成長できる社会という、団体のビジョンにもすごい合致してる取り組みだなと思いました。で、今取材している子供たちの様子をですね、K さんがすごいこう、真剣に写真を見ていらっしゃいました。K さんもフォトジャーナリストとしていろいろ感じることがあったかと思います。感想とはかい。あればお願いします。そうですね。特にその話を聞くっていうことの気構えというか、やっぱりそれは人の心の中に入っていく行為なわけで、傷つけてしまうっていうことは絶対防げないんですよね。で、それを目の当たりにした時に子供たちがこう何を考え、じゃあ生き方でどう反映させていこうかっていうフィードバックまであるっていうのが、この友情のレポーターの本当にすごく大きな考えさせられるところで、まあそうしたところから、閉会の安田も何か今の報道姿勢につながるものをいただいてきたんじゃないのかなと、子供たちの様子とか話を聞きながら思ってました。ありがとうございました。では、ここから清水さんにスポットを当ててお話を伺いたいと思います。で、清水さん、このお仕事されて20年が経ったと、聞いておりますが、この仕事を始めたきっかけや経緯などお話しいただけますでしょうか。はい。もともとは、映像制作をしてまして、その後に、国境なき医師団に入ったんですね。で、その中での映像プログラムの中で、海外の活動地を取材したりとかですね、そういったことをしてました。そういった中で、先ほど、紹介したように、レポーターのプログラムというのを国境なき医師団日本でやっていたんですね。で、それで、レポーターに同行して、まあ、取材とかも一緒にやっていたんですけれども、ノーベル平和賞を国境なき医師団が受賞して、それ以降、だんだん人の数も増えまして、組織としても、とても大きくなっていきました。そうなると、今までは、まあ、自分たちがこれやりたい、やるぞっていうのは団体だったんですけれども、だんだん組織が大きくなると会社のような形になってしまうんですね。それはそれで組織が成長していいんですけれども、ただ自分としては、なんかその、組織の駒のような形っていうんですかね。ちょっとワクワク感っていうのはちょっと減ってきてしまって、いや、そういった時期に、まあ、国内子供たちというのが立ち上がって、で、若者の家プログラムが始まった、そういった時期だったんですけれども、その中で、いつまでもその、若者の家が、国境の子供たちが、
公共の一団の中で居候している形だったんですけれども、まあ、そういった形もなかなかできなくなる。ちょっと独立をしなきゃいけないっていう機会があって、で、まあ、一つの MSF というブランドだったんですけれども、そういったブランドよりも、そのワクワク感とか楽しさ、あとは子供たちと一緒にいたいという気持ちが強くって、その国境なき、子供たちの方に、移っていました。それが、まあ、今に至っているといった経緯ですね。ありがとうございます。で、実際入られていかがですか？こう仕事をしていて、なんか思い出のエピソードとか。そうですね。支援というと、やっぱり何かを提供するといった形になると思うんですけれども、ただその中にやっぱり子どもたちの成長が入っているんですね。で、保健の子どもたちの場合は、一人一人の、子どもたちに割と長い、期間、まあ、支援をし続けますので、まあ、僕たち、東京にいるその職員も、現地の子どもたちの名前とか、顔とか割と一致していて、彼らの成長を一緒に見届けたりしています。まあ、そういった中で現地に行って、まあ、彼らも私のことをよくわかっているので、行った時に、まあ、一緒に遠足に連れて行ったりとかですね、まあ、卒業した子供たちが、結婚するときに、結婚式に招待してくれたりとか、あと学校の卒業式に、もう親がいない子たちもいるので、まあ、そういった形に親代わりとして、卒業式に参列するっていうこともありました。そういった中で、まあ、子供たちのその人生の中で、ポツンポツンと、まあ、我々が、ちょっと登場する形になるんですね。で、子供たちとまた大人になって再会したときに、卒業式のときに一緒に来てくれたよねとか、あの時靴を買ってくれたよねとか、そういった話をしてくれると、あ、自分は、その子供たちのその人生の1ページを、少し映ってるのかなっていうふうに、嬉しく思います。ありがとうございます。清水さんのお話を聞いて、やはりこの顔と名前が一致するっていうことって本当に大切だなと思いました。やっぱりそういう仕事をですね、してみたいなと思った方が、この視聴者の中にもいるのではないかと思います。で、これから、まあ、NGO、NPO で働きたいと思って見てらっしゃる方にですね、これからのアドバイスやですね、メッセージありましたらお願いいたします。はい。まあ、こういった国際協力で働きたいと思っている方の中には、もちろん海外で何かやりたいっていう気持ちもあると思うんですけれども、やっぱり何か人のために、人を助けたい、そういった気持ちもやっぱりあると思うんですね。もちろん我々の中にもそういった気持ちはあるんですけれども、ただ実際こういった仕事をしていると、人助けをしているっていう感覚ではないんですよね。で、実際に我々一人一人は人を助けるってことはできないというふうに感じます。それよりも、やっぱり、まあ、我々の場合、子供たちと一緒にいるので、子供たちと一緒に関わっていく。で、その関わっていく中で、なんて言うんでしょう、子供たちの成長を見れたり、今、違う話したような、いろんなそのエピソードがあったりとか、得るものもいっぱいあるんですね。それが、大きな特権だと思っていて、まあ、NGO ってなかなか安定しないとか、まあ、生活が、ね、お給料がなかなか安いとか、そういったものもあると思うんですけども、まあ、それに代わる大きな特権っていうのがあるので、そういったものの魅力、自分の経験っていうのを、まあ、楽しみにして入ってもらえたらなと思います。ありがとうございます。清水さん、今日は貴重なお話ありがとうございました。ここまで話を聞いていただいた視聴者の皆さんで、何かしら応援をしたいという方いらっしゃるかと思います。で、国内にいながら、KNK さんを応援できる方法をお知らせいただけますでしょうか。はい。教育支援というのは、一度の単発的な支援ではなかなか、子供たちの教育というのを続けることはできません。それは食事もそうです。ですので、国の子供たちではマンスリーサポーターとして、参加を、お願いしています。月々ご寄付を、いただくということで、継続して子供たちが教育を受けたり、ご飯を食べたり、成長することができます。例えば、毎月、1500円で、それ1年間続けると、子供1人がその職業訓練を1年間受けることができます。例えば3000円だ、月々3000円ですと、1年間で子供3人が1年間学校に通うことができます。こうしたように、続けることで子供たちも続けて学校に行ったりとか、職業訓練を受けたりとか、食事を食べられたりとか、
そういったことで成長することができますので、ぜひ皆さん、このマンスリーサポーターに、ご参加いただけますようお願いいたします。ありがとうございます。KMK さんの活動、本当に一人の子どもたちに時間をかけて自立支援までやっているという、活動の中で、皆さんマンスリーサポーターで継続的な支援がですね、子どもたちの成長を支えます。ぜひ皆さん、ウェブサイトをチェックしてください。また、本、動画の概要欄にもこの URL 記載しておりますので、マンスリーサポーターになっていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。あっという間に時間が来てしまいました。で、本日は認定 NPO 法人国境なき子どもたち広報の清水京さんをゲストにお話を伺ってきました。K さん、今日はいかがでしたでしょうか。ずっとお世話になっている、清水さんのお話を改めて聞くことができて、で、特に子供たちとの関わりを話している清水さんの顔がすごく嬉しそうで、やっぱりそこに喜びがあるから続けられるんだな、ということをすごく痛感しました。で、それと同時にですね、やっぱり様々な形でこう支援だとか、報道だとか、いろんな人との関わり方がありますけど、やっぱりそれって一方的にこう与えたりだとか、管理をしたりだとか、そういう目線ではなくて、まあ、共に育んでいこう、共に成長していこうっていう、そういう視点こそが本当に未来につながっていくものなんだろうなと、続けていけるものなんだろうなと強く感じました。もっともっとお時間があればですね、カンボジアであったり様々な地域の中でどんな楽しい経験をしてきたのか、どんな美味しいものがあったのかとか、そうした世界の魅力なんかにもすごくこう関心が湧いてくるようなたくさんの写真を見せていただいたなと思いました。ありがとうございます。皆様ご視聴ありがとうございました。それでは次回 NGO 世界を見つめてでまたお会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。